こんにちは、こんばんは、ちまです。糖尿病で一時期寝たきりになってしまい、足に力が入らなくなっていた我が家のちまですが、少しずつ以前のように歩けるようになりました。まだ少し引きずるような感じもありますが、数ヶ月前よりはしっかりと歩けているので少しほっとしています。今日話するのは森沢明夫さんのロールキャベツです。大学2年生の松川誠は将来の夢も見つからず、3年生からの就職活動に迷いを感じていました。そうしたある日、シェアリングをしていた同じ大学に通うレイナとフーカと出会います。シェアリングは野外で椅子に座って自然を感じながら気ままにくつろぐ身近なアウトドアです。その後シェアハウスでルームシェアをしている同じ大学の友也と京太郎も加わり、シェアリング部を結成して自然を楽しみながら絆を深めていきます。5人は自分の夢を持ちながらも、それぞれ生い立ちや人間関係で悩みを抱えていました。5人は悩みながらもそれぞれの夢を応援し、未来に向けての一歩を踏み出します。爽やかで心温まる青春物語です。森沢明夫さんのロールキャベツを読みました。大学2年生の夏川誠はある日、ふとしたきっかけでチェアリングをしている同じ大学に通うレイナとフーカと知り合います。チェアリングは野外で椅子に座り、自分の好きな飲み物を飲みながら自然を楽しみ、おしゃべりしたり読書をしたりして気ままに時を過ごす一番身近なアウトドアです。その後シェアハウスでルームシェアをしている同じ大学の京太郎と智也も加わり、5人は大学でチェアリング部を結成します。自然に触れ、バーベキューやコーヒーを楽しみながら、彼らは徐々に絆を深めていきます。ニックネームはそれぞれの得意なものから付けられ、誠はパソコンから Mac、 京太郎は美味しいコーヒーを入れることからマスター、智也はトレーダーからミリオン、レイナはパンクロックの歌手からパンコと呼ばれています。フーカは料理が得意ですが、なぜかそのままフーカと呼ばれています。大学3年生ともなれば、多くの学生は将来を見据えて就活をし始めます。パンコは菓子志望、フーカの夢は農家レストランをすること、美味しいコーヒーを出すカフェを開きたいマスター、投資家志望のミリオン、それぞれが夢や希望を持って生きる中、マックは自分にはパソコン以外に得意なものがないと思い込み、将来の目標が見つからず進路に悩んでいます。マックの実家は両親が洋食やカモメ亭を営んでいましたが、父が亡くなった後は母と兄で店を守っていました。けれども兄が父と同じ病に倒れ早逝し、今は母が一人で切り盛りしています。病床の兄にカモメ亭の後を託され、その時は断りきれず了承したものの、決心はつかず後ろめたい思いを抱いています。マックは自分だけが進路に悩んでいると思い込んでいましたが、他の4人も夢を持ちながら、それぞれに生い立ちや家族関係で深刻な悩みを抱えていました。優しくてちょっと不器用に相手の痛みに寄り添おうとし、悩みもがきながらも自分の夢を実現しようとする5人の姿に胸を打たれ、引き込まれて読み進めました。ミリオンのいつも一言足りない行動には苦笑いしましたが、自分のことを真剣に考えてくれている人がいると実感することができるのは、人生にとって本当に幸せなことだと思いました。シェアハウスのオーナーの千鶴子おばあちゃんの、今の私は過去から見たら一番人生経験豊富で、未来から見たら一番若々しい、だから今の私は人生で最強なのよ、自分の人生の脚本は自分で書き換える、という言葉や、パンコのおばあちゃんの生まれ変わるなら生きているうちにやで、という言葉には
深い意味が示唆されていて、自分の人生を改めて見直すきっかけになりました。これらの言葉はその後の5人を支える大切な言葉になっています。悩み、自分を見失いそうになっている人にぜひ知って元気になってほしい言葉です。人生の転機のスタート地点に立った彼らが自分の人生の脚本をどう書き換えていくのか、彼らの行き先が気になります。読み終えた後、彼らが舌鼓を打ったマックのお母さんの作る絶品のロールキャベツが食べたくなりました。包み込んでくれるような優しい味なのでしょうね。どこまでも清々しく心が温かくなる物語です。元気な時も悩み落ち込んでいる時も、いつも作者の作品に出てくる数々の言葉に勇気をもらっている私です。今日が幸せな一日でありますように。